ジルベルト・フレーレ・ジルベルト・デメロ・フレーレは、ブラジルの社会学者、文化人類学者、歴史家、ジャーナリスト、政治家。20世紀のブラジルを代表する文化人であり、代表作である、大邸宅と奴隷小屋は、植民地時代のブラジルにおけるプランテーションでの、拡調成化の社会と生活を描いたもので、欧米各国で翻訳され、西洋思想の古典として高い評価を受けている。 ブラジル北東部ペルナンブーコ州の州トレシフェ市のサトウキビ農園を経営する休暇に生まれた。農園主の一族としては、金銭的に恵まれない生活を送っていたが、教師であり、法律家であった父親アルフレッド・フレイレの下で、エリート教育を受けて育った。1907年から1917年まで、南部バプテスト連盟が設立したプロテスタント系のミッションスクールに通い、 卒業に前後してバプテスト教会の信者となった。卒業後しばらくレッシフェで布教活動を行い、1918年バプテスト教会の奨学金を得て進学を学びにアメリカ合衆国テキサス州にある同じく南部バプテスト連盟が設立したベーラー大学へ留学した。当時の多くのブラジルの知識人同様に進歩的かつ、 自由主義的な考え方を持っていた父親に影響され、アメリカのハンブルジョア的なキリスト教に憧れを持っていたと、後にフレイレは語っている。しかし、アメリカで待ち受けていたのは、クークラックスクランの集団や、黒人へのリンチ殺人といった厳しい人種差別の現実であった。やがて米国のプロテスタントへの疑問を抱くようになり、 さらに非戦礼者であった父親がバプテストの学校で教鞭を取ることに教会が批判的であったこともあり、宣教師への道を諦めた。卒業論文のテーマはテキサスのマイノリティの社会学的な調査だったが、大学に評価されることはなかった。ベーラー大学の在学中に1825年に創刊されたラテンアメリカ最古の日刊紙、ディアリオでペルナンブルコへの寄稿をはじめ、 ベーラー大学の英文学者、ジョゼフ・アームストロングから高い評価を受けた。1920年にベーラー大学を卒業し、同年秋、ニューヨークのコロンビア大学大学院に進学。政治学部で人類学者、フランツ・ボアズに支持し、その文化で多大な影響を受けた。ボアズは文化相対主義を唱え、人間集団の格差を人種的、地理的な要因と文化的、 環境的な要因に分けて考えた。1922年19世紀におけるブラジルの奴隷とイギリスの労働者の生活を比較した修士論文19世紀中央ブラジルにおける社会生活を提出し修士号を得た。この論文は米国のラテンアメリカ研究史ヒスパニックアメリカンヒストリカルレビューに掲載された。コロンビア大学大学院修了後は ヨーロッパ各国を訪問し、研究者と交流。1923年に、ブラジルに帰国し、ディアリオでペルナンブーコ紙において、分泌活動を開始した。1927年、父方の親族が、ペルナンブーコ州知事に就任した際に壊れ、その秘書官に就任。1928年、ペルナンブーコ市販学校に、ブラジル初の社会学の教員として招かれたが、 1930年10月のゼトリオドルネルス・バルガスによる軍事クーデターでオリガルキー的な政治姿勢をとっていた知事と共に職を追われバイヤア州とアフリカ大陸を経由してポルトガルのリスボンへ2年間の亡命を余儀なくされたこの間にポルトガルや米国で大邸宅と奴隷小屋の資料収集を行った1931年2月カリフォルニア州のスタンフォード大学に 客員教授として招かれ春学期の講義を行った。あと、再びドイツを経由してポルトガルに戻った。結果として、この亡命期間が、より研究を進め関心をさらに深めることになった。1932年に、ブラジルへ帰国。翌1933年、大邸宅と奴隷小屋を出版し、3つの人種と文化の根血と融合によるブラジル独自の国民形成を、 解釈した新しい視点を世に示した。この著作は西洋から否定的に見られてきた熱帯気候と根血化というブラジル社会の現実を肯定し、それまでブラジル人自身が持っていた西洋との劣等感を打ち破る原動力として評価された。1936年19世紀における拡調性の衰退を書いた都市の大邸宅と掘った点語や、 1937年、佐藤産業家の生活を書いたノルデステを発表。依然として、バルガス政権とは緊張関係にあったが、ポルトガルの独裁者、アントニオ・サラザールとは、親密な関係を深めていった。1940年以降、レシフェ郊外に住居を構え、員時代リオデジャネーロ市にいた2年間を除き、1987年に死去するまでそこで暮らした。 世界的な知名度が増すとともに、海外の諸大学から教授として招かれたが、客員教授として短期間の講義を行うにとどまった。1944年のインディアナ州立大学での講義は代表作の一つに挙げられる、ブラジル一つの解釈となった。1945年同年10月の軍事クーデターによってバルガスが大統領の座から失脚した後、 1946年に、ブラジル連邦会議員に当選し、新憲法制定に関わった。1948年、ノルデステの総合的な研究機関であり、19世紀、ブラジルの奴隷制廃止運動家、ジョアキン・ナブーコの名を冠する、ジョアキン・ナブーコ社会調査研究所をレシフェに設立し、研究所設立への貢献を評価され研究所長を務めた。 1953年、奴隷制廃止後の拡調制の終焉を書いた、進歩と秩序を発表。第二次世界大戦後も、ポルトガルのサラザール政権との関係は良好であり、同年サラザールの要請を受け、ポルトガルの海外植民地を訪れている。1964年の軍事クーデターでは、クーデター側を支持し、反共保守派とされた、同年、アスペン賞受賞。 1968年、ドイツミュンスター大学の名誉博士号を授与された。1981年、スペイン国王フアンカルロス一世より、イベロアメリカ共同研究所最高顧問に任命された。1987年、死去、ありがとうございます。